い、もこしぐにこです。今日は連休最終日ですね。今日はですね、お昼ちょっと外食しようと思ってましたので、東松島市のですね、浜八道さんの方にちょっと行ってこようかと思います。まあ、前回行ったのはですね、まあ、1ヶ月くらい前なんで、まあ、結構久々ですけれどもね。まあ、今朝ちょっと雪が降ったんで、ちょっと様子見てたんですけども、道路の方だいぶ溶けてきたようなんで、まあ、ちょっと、今の時間がですね、1時13時になりましたけども、これから行くっていう感じですね。3時でですね、ちょっとオーダーストップなので、結構早めに行かないといけないんですけどもね。だいぶ溶けましたね。これくらいであれば大丈夫ですけども、あと昨日と一昨日ですね、温泉行きましたので、今日はちょっと温泉お休みですね。昼飯がっつり食べてですね、温泉行かないとですね、やっぱバテちゃうんですよね。汗もかきますし、結構運動量もありますからね。持ってきましたね。まあ、これ夜がですね、この水が凍ってちょっとアイスバーンにならなければいいんですけどもね。あと撮影はしてなかったんですけども、元気の家の帰りにちょっとですね、ケーズデッキさんの方に寄りまして、ビデオカメラですね、ちょっと見てきたんですよね。値段の方もですね、ちょっと高いなとは思ったんですけども、一番安いやつで3万5、6千円くらいでしたね。まあ、他の YouTube のユーザーさんでですね、その機種を使って撮影されてるんで、まあ、大体のサンプル動画とか見れるんですけどね。まあ、個人的にはHD 画質でですね、2時間くらい撮れるのが一番いいんですよね。このカメラはですね、HD で撮ると1時間半くらいしか持たないんで、もうちょっと長く撮りたいなとは思ってたんですよね。まあ、それでちょっと、まあ、ビデオカメラちょっと探してたんですけども、ただこの吸盤式のマウントがですね、500g までしか耐えられないんで、昨日見てきたやつで一番軽いやつがですね、288g で、これくらいだったら多分耐えられるかなとは思ってたんですけどね。今使ってるデジカメはだいたい 200g くらいなんで、あまり軽くもないんですけどね。まあ、一般的なデジカメに比べればだいぶバッテリーは持ってくれるんですけども、途中でですね、やっぱ止まっちゃうとやっぱり、ちょっとひどいですからね。これでちょっと長めに撮れるデジカメを探してたんですよね。第一候補はやっぱビクターなんですけども、音がちょっとですね、なんかこもっちゃう感じなんですよね。ちょっとそれで他の機種にしようかちょっと悩んでるところなんですけどもね。
ちょっと残ってますね。3万5、6千ですからね、ちょっと個人的には手が届かない感じではありますけどもね、まあ、このカメラでしばらく我慢するかにはよるんですけどね。ガソリンも下がりましたね。ツイッターに書き込んでたんですけども、去年の5月くらいと比較すると、まあ、リッターですね、だいたい30円くらい下がってるんですよね。だいぶ安くなった感じもしますけどもね。今これですね、ガソリン満タンに入れても3000円ならない時がありますからね。昨日でだいたい1800円くらいでしたので、そうですね、安くなってますね。凍っちゃってますよね。日陰なんでちょっとここは注意した方がいいですね。あ、これ3速まで落ちちゃいましたね。こちらからですとあと5分くらいで到着なんですけどもね。今日はあとですね、送別会があるんで、まあ、食べ終わったらちょっとドン・キホーテさんで買い物してですね、イオンの郵便局の ATM ですとお金落としてこようかなという感じですね。会費は4000円なんですけども、ちょっと二次会とかに呼ばれちゃうとさらにかかっちゃいますからね。今日は夜の8時からなので、まあ十分コンビニエルはできるんですけどもね。会なんですけども、私はお酒飲まないでですね、かなり普通ではあるんですけども、ちょっとお世話になった人が異動になりましたので、ちょっと顔だけは出しておこうかなという感じですね。例の通りコミュニティセンターの駐車場をお借りする感じですね。今日は塩豚骨の野菜増し増しで行こうかなと思ってたんですよね。まあ、ちょっと雪が降ってきた感じですね。塩豚骨野菜増し増し辛めの麺やわめっていうのがあるんで、下道でもあんま変わらないですね。ヤムタインターから乗るとちょっと折り返さないといけないですからね。
とやってたりすると結構混んでるんですよね。はい、エモカチョクニコです。今食べてきましたね。いや、今日塩豚骨の野菜マシマシの辛めにしたんですけども、かなり味が濃かったですね。ここのラーメンはあまりスープが熱くないんですけども、なんか自然と汗が出るんですよね。次はドンキホーテさんですね。ちょっと買い物をしたかったんで。幅八蔵さんもですね、なんか忘れた頃にちょっと無性に食べたくなる時があるんですよね。ラーメンはどちらかというと二郎系なんですよね。あ、ラーメン二郎の方はちょっと食べたことないんですけど、こちらは結構私は好きなんですけどね。ついたんですね。コンビニちょっとショートカットできるんですけどね。止まってますけど。
ちらが45号線ですね。新しくできたドラはここの左手から出るんですけどね。灯油も結構安くなりましたね。846円ですか。安い時にやっぱり入れておきたいんですけどね。相互通行となってますね。どこでしょうか。対向車のこの雪色感がすごいんですけどね。まあ日曜日なんで混んでるかもしれませんね。
速しましたね。あ、いいですね。はい、こちらでカットします。失礼します。はい、エモカチョリの方です。買い物を今してきまして、買うもん決まってるんですけどね。こちらだと500の飲み物とですね、あとのど飴今買ってきたんですよね。のど飴ここ一番安いんでいつも利用するんですよね。あとですね、イオンちょっと今日混んでそうなので、ですね、東海道のですね、郵便局があるんでそっちに行こうかなという感じですね。まあセカンドスイートさんにちょっと止める感じなんですけどもね。これ平泉ですから岩手県ナンバーですね。なんか右折いけないんですよね。川がほとんど見えなくなっちゃいましたね。2メートル、3メートルくらいになった感じですね。車はセカンドストリートさんに止めるんですけども、東海道郵便局の方でちょっとお金を落としてくる感じですね。
だいぶ溶けてますね、こちらの方も。かっぱ寿司さんですよね。 U ターンこの前できなかったんですけど、道路あったみたいなので、今度行くときはそちらから U ターンしますけどもね。見たことがありますね。あれですね、渡辺整形外科でよく見る方ですね。だいたいいつも私と同じような時間帯なんですよね。この前もちょっと椅子泊まりのところだったですからね。新しくできるんですね。バッタの海洋品、これハードオフさんとはまた違う系列なんでしょうね。ハードオフさん来たらちょっと嬉しかったんですけどね。2月11日オープンと書いてましたね。あなたの海洋品高く買い取りますってでしたね。
この時間帯は空いてますね。あまりですね、ヘビータバイパス取りたくないんですよね。ちょっと渋滞はまっちゃいますので。これもカメラで行きましたからね。ですけどね、ちょっと駐車場が狭いんで、まあ、歩いていきますけども、あ、到着ですね。まあ、ちょっと店内もぐるっと見ていきますけどもね。失礼します。はい、F5 公職2号です。ちょっと残念ながらですね、郵便局がお休みということで、今日日曜日ですからね。石巻郵便局にちょっと行く感じですね。ホーバックさんとか近くも行きましたからね。セガワルトさんですけどね、カラオケもちょっとしばらく行ってませんね。これ左に行くと、元気の湯なんですけどね、昨日行きましたから今ちょっと行きませんけどもね。もうちょっとあと左回りで郵便局の方ですね。なんかこっちの方が雪多いんじゃないですかね、なんとなく。
年はどうしたんでしょうかね。昨日もここ通ったような気もしますけどもね。まあ仕方ないですね。郵便局は休みということで。ATM 今日5時までですからね。今3時になるところなんで。あ、郵便局ここもあるんですね。見てきますけどもね。ここも入ったことがないんですよね。ファミリーマートさんにちょっと止めて行った方がいいですね。多分やってないと思いますけども、ちょっとこちらで一旦カットします。はい、問い合わせします。あ、はい、エモカジュミ号です。やはりちょっとやってないようですね。小さいところなんでしょうね。日曜日休みってのはどうかと思うんですけどね。 ATM なんか平日しかやってないみたいですね。病院もだいぶできてきましたね。この区間がまだガタガタなんですよね。信号機より先は
だいぶ治った感じなんですけどね。さっきは治ったんですけどね。本幕さんに止めます。なんか今スリップしましたね。それではこちらでカットします。失礼します。あ、はい、もう課長2号です。それでは駒台口に帰りますね。3時過ぎたところなんですけどね。ファンの次ですね、行けそうですけど、今日は愛の際やってますね。こちらで愛情の弁当を買ったんですけどね。
信号ちょっと長いですね。この歩行者の信号機、ずいぶんこれ横についてる感じもしますけどね。今日唐揚げ先輩来てましたね。青なんですけど、ここ止まるんですよね、いつも。なんかやっぱ対向車によって雪がすごい積もってるのがありますね。2台目ですね。
フォーマックの車ですね。台数チェックしてますね。高速バス全然人乗ってませんね。アリーカ3人くらいしか乗ってないですね。
は完全に溶けてるんですけどね、やっぱ日陰が残ってる感じですね。セブンイレブンさん終了ですね。失礼します。お疲れ様でした。